品川市長は定例記者会見で高齢者への新型コロナワクチンの接種状況を報告しました郡山市の高齢者向けのワクチン接種は集団接種に加えて今月24日から個別接種が始まりました対象者はおよそ9万人で6万455人が接種の予約を済ませています 1>, 1回目の接種を終えた人は全体の1割の9103人で市では7月末の接種完了を目指していますその後は16歳から64歳までの基礎疾患のある人を対象にワクチン接種を進める予定で来月から申告を受け付けますまた、市内の児童生徒2万人余りを対象に 1>, 1, 人1台タブレット端末の配布を進めていましたが今月14日までに完了しプログラミング教育の充実に役立てられます自治体の若手職員が住民サービスの向上に向けた政策などを提言する研究塾の開講式が行われました今年度のチャレンジ新発想研究塾には 郡山市や田村市、鏡石町など郡山広域圏の若手職員13人が参加していますオンラインで開かれた開校式で品川市長は自由奔放な提案で夢を叶えてほしいと激励しました参加者はポストコロナにおける観光・交流など3つの班に分かれ それぞれぞのテーマに沿って調査や研究を進めます。私の班がまあデラックス推進ということなのでまあ今の時代にあったペーパーレスであったりまああの手続きの簡素化にああのまあ努めていけたらなと思ってます。参加者は週1回程度のウェブ会議などで成果をまとめ10月に報告会を開くことにしています。 地域の活性化に向けたチャレンジを応援するスモールスタート支援事業の説明会が開かれました私の方でもああのま専門家の方々と一緒にあのそういった何かやりたい方をサポートするといった意味で始めておりましてスモールスタート支援事業では郡山広域県の個人や企業から地域を活性化するためのプロジェクトを募ります 採択されるとノウハウを持つ専門家がサポートするほか経費の助成が受けられます採択されたプロジェクトの一つが子どもの居場所と多世代交流の拠点となる駄菓子屋づくりです <laughs> 本当に些細なあのちょっとしたような思いつきのところからですそのいろんな意味での見守りの場となれるような場とも思ってます 応募の受付は来月10日までで詳しくはホームページをご覧ください。